久保さん。まあ、確かにね。まあ、レクサスを買うのと従業員のことを比例したら、レクサスの方がいいですね。レクサスなんも文句言わないしね。まあ、お金かちょっと税金とかね。いろいろ、固定費かかりますけど。まあ、固定費かかって文句言われるのか。固定費かかわらず、固定費かからないけど、自分満足できるのか。<laughs> ま、間違いなく、レクサスですね。 まああの、ほとんどの人が従業員をこう雇うっていうことをやった経験がないので、まあいくら話しても多分ね、共感を得ることもできないし、腑に落ちることもできないだろうし、まあ雇われてる側の方がほとんどですから、うん、雇われてる側は雇われてる側の不平不満あるだろうし。うん。ただ最初まあ多分ね、まあ僕もそうなんですけど、 あの最初から起業したわけではないわけですよ、僕も。最初は従業員、社員、働くっていうポジショニング、まあ社会のレールに乗ってアルバイトもしたし、ああのまあ働いたしっていう話で。で、まあ最終的に、なんだろうな、僕は思ったのが、まあこれは僕と久保さんも最終的に思ってる部分があると思うんですけど、まあ結論一人が一番いいと。 うん、だけどこれに関しては一人で稼ぐ力がそもそもないと無理なんですよじゃあこの一人で稼ぐ力をまあどうやってつけるかですよねうんで一人で稼ぐ力がないんであるならばまあ一生雇われて給料をもらうっていう生活しかないじゃないですかどこでつけるっていう話です逆に言うとつけずに給料をもらう人生を送るのか逆につけて えー、そのの可能性を導き出すのかっていうところなんですよね。だこれは、まあ、働きながら、給料をもらいながら、別に YouTube やればいいだろうし、あのー、なんか、給料をもらいながら、うん、ね、ブログやればいいだろうし、うん、だからなんか、今やってることに、プラス1をすればいいんじゃないですか。うん、プラス1っていうね。<laughs> だプラスジュースしようとすると、それは仕事がやってるから忙しいかもしれないじゃないですか。うん。だから、まあ、えー、まあ、8時間働く、プラスアルファなんだ。あの、通勤とかもあったりとか、まあ、いろいろあって、お付き合いとかあって、まあ、1日14時間とかね、まあ、会社に使うかもしれないですけども、じゃあ、プラス1、えー、10分、20分、30分、このあたりだったら使えるじゃないですか。じゃあ、給料をもらいながら、 一日30分学習して3年やったらまあ変わりますよ。久保さんどう思いますまあこれ久保さんどう思いますというか考えればわかることで何も給料をもらいながらこうずっと生きていくっていうだけ A さんですよね。で B さんは給料をもらいながら毎日30分でも可能性をこう出せる勉強をしていました。じゃあ3年後、5年後、10年後 A さんと B さんのあの 稼ぐ力のパワーってどれぐらい変わってると思いますおそらく A さんはゼロですよね。でも B さんはプラス1、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 プラス1。100、1 0 0になってるかもしれないですよ。うん、だ30分でも20分でもやれるじゃないですか。それやればいいと思うんですよね。うん。別にできないことはないと思います。だた,ただ大事なのは、ここで大事なのは、やっぱ毎日積み上げていけるかどうかですね。 うーんだ毎日逆に積み上げないと何も変わらないというか、積み上げこそが、まあ、日々の練習こそが全てであるっていう,うん。もちろんね、ごく一部の人間は練習しなくてもいけるっていう人もいるかもしれないですよ。ごく一部の人はね。でもそのごく一部にあなたは入ってるんですかと。 別に何も勉強しなくても、いきなり今日からネットビジネスで、じゃあ YouTube 始めました。いきなり100万回、1000万回回せるんですか何も勉強せずに。無理でしょう。なるほど。芸能人はいきますよ。ね。嵐の二宮くんとかね。いきなり、いきなり何百万回とかね。回せますよ。じゃあ嵐の二宮くんですかという話じゃないですか。<laughs> ちゃいますよね。うん。だからその、じゃあそうじゃないんであるならば、 積み上げるしかないじゃないですか <laughs>。うん、しつこく、もうしつこく、もう泥臭く積み上げるしかないと思いますよね。うん。逆にプラス1もね、日々できないんだったら、それは、まあ、そもそも稼ぐ力は養えな,ないと思います。プラス1もできないんだから。プラス1できない人がどうやって掛け算するんですかと。掛け算100万稼ぎたいみたいなね。かける100したいみたいなね。<laughs> 無理でしょ。 最初はプラスじゃないですか。まあ、その算、算数とかも最初から掛け算じゃないと思うんですよね。最初、プラス1たす1から習って、小2か小3で書くじゃないですか。小1から書くやります。これ順番なんで、うん、まあ、順番を通り越せる人も本当に中にはいるんですけど、じゃあ、いきなりね、じゃあ中学生の段階で大学受かりますたまにいるじゃないですか。飛び級で。 ね天才みたいなね。中学生の年齢だけど大学まで受かっちゃうみたいなね。だからたまにいますけど、それはごく一部の人間であるのでうん、自分はどういう人間なのかと、どういう今能力なのかと、うん、自分を見極めて自分がやるべきことをやればいいんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。